キッシングバルーンテクニックの方法について説明します。分岐部の拡張方法によって高校拡張法と同時拡張法があります。分岐部、近異部の血管系が十分ある場合には同時拡張が必要となります。同時拡張には、かわつきが2本必要ですけれども、ご覧いただけるように散歩合戦を利用することにより1本の拡張器で2本のバルーンを拡大することが可能となります。でこの場合、散歩合戦は 同時に日本のカテーテルの方向に圧がかかるタイプのものが必要になりますまた一方向だけを閉じることによって目的のバルーンだけ加圧したり日本のバルーンに対して違う圧力をかけることが可能でありますキキシングバルーン時のバルーンの挿入をお示ししますまず太い方のバルーンを冠動脈内に挿入し病変を通過させます 両辺部はこの分岐部と考えてくださいそして細い方のバルーンを次に挿入いたしますほぼ同じような深さに入ったところでテールのマーカーを合わします合わした状態で日本のバルーンを引き戻し両辺部に位置させますそして加圧いたします それではキッシングバルーンテクニックにおけるバルーンの抜強方法を示しますまず細いプロファイルのバルーンを引き戻しそれから続いて太い方のバルーンを引き戻しますそれから両方のバルーンを体外にまあ、通常のあのバルーンの抜強と同じような方法で抜いていただきます